を楽しみましょう。これも修行のうち。行くがいい。キリア先生、みんなの具合はどうなんでしょうか。思いのほか傷が深かった。まだしばらく安静が必要だ。そうですか。アスカ、分かっているとは思うが。はい、決戦の攻撃をしのいだから、今度は私たちの攻める番ですね。みんなの分まで私が頑張ります。しかしお前も手負いの状態だ。一人で決戦に乗り込めば間違いなく返り討ちに。でも私が行かなければ、また決戦の子たちの攻める番になってしまいます。もし今決戦に攻めてこられたら、みんなは無理をしてでも戦おうとするはず。そんなことになったらみんなの命が。だから私が戦います。5人全員は倒せないとは思うけど、みんなの体が治るまでの時間稼ぎにはなるはずです。そうか、分かった。ならば俺はもう止めない。ただ一つ約束しろ。分かってます。私は死なない。絶対に死にません。忍びの道を極めるまではだが。はい。よし、アスカ、行ってこい。はい、キリア先生、みんなのことよろしくお願いします。ここが決戦女学館。あれれ、アスカちん一人？まあやっぱ柳生ちんはあの怪我じゃ無理か。てかアスカちんもボロボロじゃん。そんなんで私に勝てるわけないっしょ。勝負はやってみなきゃわからないよ。わあ、アスカチンって一人で頑張っちゃうタイプだ。偉いな、マジリスペクトだよ。でも何もしないで返すとかはありえないし、サクッとやっちゃおっか。私は負けない。みんなのためにも負けるもんか。舞い忍びます。
任務開始。ははいはい、終わり終わり終わり。戦うのはここまでです。どうして？だってなんかつまんないんだもん。アスカチンヘロヘロすぎだよ。てかぶっちゃけ、アスカチン殺すのは超簡単だけどさ。私はまだ戦えるよ。
無理無理無理だってば。てかさ、あーごめん、私の携帯だ。もしもし、あ、やいこ？うん、何それ、超ウケる。大丈夫大丈夫、超暇だから、すぐそっち行くって。行っちゃった。忍び結界も消えてるし、とりあえず、私の勝ちでいいのかな。ちょっときついけど、次の忍び結界に行かないと。ひらめきました。次の相手はあなたですね。勝負です。ムータ、手負いの貴様、我に勝てるはずなし。そんなのやってみなきゃわからないよ。無謀なし、価値のないし、忍びとして人として恥じるがいい。私は負けない。負けるもんか。舞い忍びます。任務開始。お返しするね。新婚の夢を沈め、いざ尋常に舞い散れ。チェスト、はっ！
これで決まり。貴様試す。逃がしたきたきた。技あり。ささ。というに。逃がしたきた。ささ。至極当然、あまりに情けなし。みんなごめんね、大した時間稼ぎもできなくて。その言葉、その思い、届くことなし。死ね。待ちなさい。ですか？イカルガさん、話はキリア先生から聞きました。アスカ、水臭いぜ。無茶して一人でカッコつけるんじゃないよ。そうだよ、ヒバリたちはいつでもみんな一緒だよ。みんな体はもう大丈夫なの？俺たちのことより自分のことを心配しろ。うん、ちょっとやられたけど大丈夫だよ。まったく、アスカは真面目すぎるんだよ。もっと先輩と後輩を信じろって。そうだよそうだよ。信じる者は揉まれます。マミ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 。ヒバリ、カツラギの影響を受けるな。そうだよね、みんなごめん、私つい焦っちゃって。わかればいい。それよりも問題はこいつだ。と言ってもあたいたちも屋根上がりだし。さて、どうしたもんか。来るぞ。見られるのが。シシシシシ、こりゃおじさんの出番だね。あんたのあんなところやこんなところ全部見てやろうかな。見たか、あたいのセクハラ地獄。
最低だな。でもとりあえず危機は脱したみたいですね。じゃあ半蔵学院に戻ろう。そうだな、帰って一風呂でも浴びようぜ。疲れや怪我を癒すには半蔵学院の風呂が一番だ。アスカさん、あなたは頑張りました。胸を張って半蔵学院に帰りましょう。はい。変な声出さないでください。いいじゃないか、これくらい。でもみんなでお風呂入るのはやっぱりいいね。まだまだ学園祭は続くんだからな。しっかり裸の付き合いをして結束を高めようぜ。ひばり、こっちは水でぬるま湯にしてあるからな。暑かったら俺の方に来ればいい。うん、ありがとう、ヤギュウちゃん。いやー、それにしてもあの山、この山、絶景だね。おや、イカルがまたでかくなったんじゃないか。は？何がですか？何のことでしょうか？何って、そんなの決まってるじゃないか。イシシシシ。ちょっと確認しちゃおうかね。どれどれ。あ、やめてください。皆さんが見ています。だったら見えないところで確認してやるよ。そういう意味じゃありません。もうガツネ、お風呂ぐらいゆっくり入ろうよ。ほらひばり、アヒルさんを持ってきたぞ。これでゆっくり遊ぶがいい。わあ、アヒルさんだ。ガーガーガー。よし、十分に温まったところでみんなで背中を洗いっこするよ。洗いっこですか？少し恥ずかしい気もしますが。何照れてるんだイカルガ。結束を高めるには背中の洗いっこが一番なのさ。さあみんな輪になりな。わーい、洗いっこ洗いっこ。
ひばり、ゾウさんのお風呂セットを用意した。これで背中を洗ってやろう。よし、みんな準備はいいな。はい、背中をゴシゴシ、きれいにゴシゴシ。背中をゴシゴシ、きれいにゴシゴシこれでいいのでしょうか。ひばりをゴシゴシ、きれいにゴシゴシ泡でふわふわ、わたあめみたい。じゃあぐるっと回って、今度は反対の人に。背中をゴシゴシ、きれいにゴシゴシ、なんだか楽しいね。だろだろう。これから戦いはさらに厳しくなる。仲間に背中を預けることもあるはずさ。だから綺麗に丹念に仲間の背中を洗うように。なるほど、そうですね。イカルガさん、ちょっとくすぐったいよ。動いたらダメですよ、アスカさん。綺麗に隅々まで洗うんですから。逃げちゃダメですよ。そうじゃ、逃げてはいかんぞ、アスカ。え、この声は。久しぶりじゃの、アスカ。じっちゃん、また覗きか、このエロジジイ。皆の衆、落ち着き。この状態でどう落ち着けっていうの。わしはみんなを寿司に招待しようと思っただけじゃ。旬のネタが入った。ごちそうするぞ。
ごちそうしてくれるのは嬉しいですが、でしたらタオル一丁でお風呂場に入ってくる必要は。そこはそれ、ノリじゃ。あ、では店で準備しとるからの。どうも。さあ、それそれ、今夜は貸し切りだ。さて、何から握ろうかな。タラ、カンブリ、キンメダイ、ヒラメ、どれもお前たちみたいにピチピチじゃ。じゃあ私は太巻き。旬のネタと言っとるのに。ではまずは太巻き、その後で半蔵様のお任せというのはいかがでしょうか。伝説の忍びが作る寿司は違うな。
いや、お待ち。ねえ、じっちゃん、覚えてる？半年くらい前、ここにホムラちゃんと一緒に来たこと。おお、あの黒髪ボーイの子じゃな。ホムラちゃんは悪人の学生だったのに、どうしてじっちゃんは優しくしてあげたの？善人も悪人も表裏一体、突き詰めれば同じものじゃ。何も違わん。アスカ、力は刀と盾のついでなければならない。わしがそう言ったことを覚えているか？お前の力はただの刀だ。力というのは刀と盾のついでなきゃダメだ。お前のじいさんは現役時代、危険とか安全とか関係なく、仲間のためとあらば先陣を切って突撃したらしい。おかしな話だろ。圧倒的な強さを持ちながら、いつも彼は傷だらけだった。何の見返りも求めず、ただ仲間を守るためだけに戦ったから。それって刀と盾だ。
少し昔話をしてもいいかの。うん、お願い。かつてわしにも忍びの親友がおった。優秀で純粋な善人、いや優秀で純粋すぎたと言うべきだろう。すぎたってどういうことだ。善人として何をすべきか、奴はそれを考え抜いた結果、偏ったところに行き着いてしまったのじゃ。光と影があるからこそ世の中は成り立つ。わしはそう考える。ところが奴は世の中から一切の影を駆逐しようとした。影も悪も存在してはならないという偏った袋小路に迷い込んでしまったのじゃ。わしにはそんなあいつこそ悪に思えることさえあった。過ぎたるは及ばざるがごとし、善も追求しすぎると悪になる。笑えぬ話よ。その人と半蔵様はどうなったのですか。たもとを分かつしかなかった。じっちゃんは世の中には悪も必要だと思っているの。お前はどう思っておる。悪いことはいけないと思うけど、世の中に影は必要だと思う。だって影を否定しちゃったら忍びだって必要ないことになっちゃうし。でもどうしたの？急に昔話なんてしてくれて。それはおいおいわかる。おいおいってどういうこと？
それじゃあちっちゃん、ごちそうさまでした。また来るからね。ああ、また必ず来いよ。忍び結界だ。皆さん集中してください。でもこれって、気をつけろ、何者だかわからん。貴様らが半蔵の生徒か。誰？こんな小娘たちにあいつらは負けたのか。私がいない間にヘビジョも随分と貧弱になったものだ。ヘビジョ？どうしてあなた方がヘビジョのことを？みやび、僕にやらせてくれ。すぐに五人同時に始末する。慌てるな、ユウ。簡単に楽にさせてはつまらん。そうか、そうだね、みやび。半蔵の連中には僕たち以上の苦しみを味わってもらわないと。あなたたちは一体？半蔵の忍び、先の戦いでは情けない後輩が世話になったな。よく聞け、私たちこそが真のヘビジョ選抜チームだ。
真の蛇女選抜チーム。私がリーダーのミヤビ。僕はイム。紫です。よろしくお願いします。妙尾だ。お前たちの貧弱な胸に大きい風穴を開けてやる。妙尾ちゃん、いい。それ絶対に痛そうでいい。ああ、ヨナちゃんも風穴開けてほしいな。奪われた誇りを取り戻すため、私たちは半蔵に学園祭を申し込む。決戦だけじゃなくて、蛇女まで半蔵に攻めてくるの？ああ、そうだ。学園祭ってのはバトルロイヤルみたいなもんだからな。そうかい、そうかい。こうなったら一校でも二校でも同じだ。いくらでも相手になってやろう。では、7日後とは言わず、今ここで軽く前夜祭と行こうか。お前たちと戦うのは私と。紫、どうだ？行けるか？私は早く家に帰りたい。みやび、だったら僕がやる。ちょっとカツラギと戦いたいんだ。お？あたいをご指名かい？なかなか見る目があるじゃないか。日陰なんかに勝ったからって調子に乗るな。なんだって？日陰が弱いとでも言いたいのかい？ああ、弱いね。話にならないぐらい弱い。それは聞き捨てならないな。日陰が弱いってことはあたいも弱いってことになるからな。違うのか？ああ、日陰は強い。そしてあたいはもっと強いぜ。だったら証明してみろよ。舞い忍びます。任務開始。よっくれよっくれからのユッチェストエッエッよっくれよっくれからのテテテよっほっくれきたきたからのエッ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 100連戦突破。ほっからのエッエッえ？よっしゃ！進む！ほっほっ！ほらよ！はっ！
よっくる！よっしゃ！進む！よっ！来た来た！からの！チェット！チェット！よっくる！よっ！からの！チェット！チェット！よっ！俺よ！よっ！からの！なんの？ハッハッ！これでどう？ハッハッ！からの？よっ！チェット！ハッ！よっ！オラよ！ハッハッ！オラよ！ハッ！よっ！からの？エッ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 ！ハッ！ハッ！よっ！これでどう？ハッ！ハッ！よっ！ハッ！からの？エッエッエッ！チェット！ハッ！よっ！これ！これからの？よっしゃ！進む！ほっ！やりえ！よっ！やりえ！ほっ！ほっくれ！よっ！からの！よっ！えっ！ほっくれ！ほっ！ほっ！からの！よっ！ハッハッくれ！これでどうだ？からの？えっ？チェット！よっしゃ！よっしゃ！よっ！やりえ！ハッハッくれ！よっ！ハッ！からの？えっ？チェット！よっ！これでどっち？よっ！よっ！ほっ！ほらよ！よっ！ほっ！からの？よっ！よっ！よっ！ほっ！くれ！ほっ！よっ！からの？え？え？100連戦突破！ほっ！ほっ！ほらよ！ほっ！ほっ！ほっ！ほらよ！ほっ！からの？よっ！ほっ！え？え？よっ！ほっ！これでよっ！ほっ！くれ！これでどっ？よっ！からの？よっ！えっえっ！よっしゃ！進む？なんの？はっ！よっ！ほらよ！よっ！はっ！からの？チェット！チェット！よっ！はっ！ほらよ！はっ！はっ！からの？よっ！チェット！よっ！はっ！ほらよ！よっ！ほらよ！はっ！よっ！よっ！はっ！これでどう？よっ！はっ！よっしゃ！進む！はっ！はっ！ほらよ！はっ！はっ！からの？チェット！えっ？はっ！はっ！くれ！はっ！よっ！からの？チェット！えっ？よっ！からの100連戦突破！ほっ！これでどう？よっ！からの？よっ！やりえ！ほっ！これでどう？よっ！からの？えっえい！チェット！せい！よっしゃ！進む！やりえ！ほっ！やりえ！いくらでも相手してやるぜ！悪の誇りを舞い掲げよう。いざ尋常に舞い掲げよう。しまった。技あり。あっ、それだ。よっ、これでどっか。よっ、からの、まっ、よっ、チェット。やるな。はっ、なんの？僕についてこれるか？よっくれ！よっからの？わた！やめろ！
よ。忍び転身。弱すぎる。よっ、これでどうか。よっからのえいやっやっまい、やりやがったな。どうだい、あたいの勝ちだね。うん、今のが本気か。え、当たり前だろ。あたいは勝負に手抜きなんてしないからな。がっかりだな、今のが本気なんて。なんだよその言い方は。まるで力を出し惜しみしてたみたいじゃないか。当たり前だろ、これは前夜祭だって言ったじゃないか。本番前に全力で戦ってどうする。な、何？やっぱりお前も日陰も大したことはないな。僕の敵じゃない。一つ教えておいてやるよ。日陰は僕との対決からずっと逃げ回っていたんだ。腰抜けさ、日陰は。そんなバカなことがあるか。あいつは逃げ回るようなやつなんかじゃない。へえ、敵をかばうんだ。戦いを通じて友達にでもなったのか。くだらない。やらないだと。あたいたちのことを何も知らないくせに。ああ、知らないさ。で、それが何？そんなことより、心配することがあると思うけど。アスカって子、殺されるよ。前夜祭で手を抜いたとしても、
雅の強さは半端ないから。なんだって？心配なら見に行けば。こっちはもういいからさ。アスカ、無事でいろよ。そんなもんだい。また強くなっちまったな。お、新しい技を思いついたっと。アスカ、私の相手はお前だ。みやびちゃんって言ったよね。望むところだよ。みやび、それじゃあ料理暇なんだけど。痛めつけたい。誰かをとことん痛めつけたい。みやびちゃん、みやびちゃん、それならりょうなちゃんも痛めつけて。さあ、ぶって、殴って、罵って、最後はおまけに放置して。もう考えただけでも。あ、黙れ変態。りょうなを痛めつけるのは飽きたの。料理は新鮮な悲鳴が聞きたいの。ちょっと私には理解できない世界なんですけど。別に敵を理解する必要はないだろう。お前はいちいち敵を理解しないと戦えないのか。そうじゃない、それは逆だよ。逆。戦ったから理解できたんだよ、ホムラちゃんたちとも。では、私のことは理解できないな。どうして？私と戦った相手は例外なく死ぬことになるからだ。みやびちゃん、私は死なないよ。まだ忍びの道を極めてないんだから。舞い忍びます。みやび、悪の誇りを舞い掲げよう。りょうび、悪の誇りを舞い掲げるわ。りょうな、悪の誇りを舞い掲げた。いざ尋常に舞い散れ。はたかのおつけろ。忍び、転身。
調子ヤッホー V!一対一の戦いに割り込んでくるなんて。はあ、命のやり取りにずるいもクソもあるか。そもそも負けたら死ぬって覚悟が足りないからずるいなんて言葉が出てくるのよ。アマちゃん、忍びの恥、世間知らず偽善者、この豚野郎、私の推しでも舐めてなさい。ミョウビちゃん、素敵、ちょうだい、ミョウナにも激しい言葉攻めをちょうだい。いずれにしてもだ、アスカ、お前の甘さはよくわかった。お前ごときに負けた炎は蛇女の面汚しと言わざるを得ないな。今なんて言ったの？何度でも言ってやる。お前と炎は忍び失格のクズだ。私を悪く言うのはいい、でも炎ちゃんを悪く言わないで。いちいち不愉快だ。友情ごっこで弱さをごまかすな。友情ごっこなんかじゃない、私とホムラちゃんは互いを高め合うライバルとでも言うのか。くだらないな、本当にくだらない。お前たち忍びを何だと思っている。スポーツ漫画の見過ぎじゃないのか。そういうわけじゃ。今日のところは命までは取らないと思っていたが、忍びは死と背中合わせということを身をもって知るがいい。まだダメージが残っていて。忍びにとって弱さとは罪、その罪は死んで償え。ダメだ、やられちゃう。終わりだ。何？何をやっている、デカ父女。あ、おばあちゃん。アスカ、お前は私以外に負けるんじゃない。違う違う、私はホムラちゃんにも負けないよ。ふん、それでこそアスカだ。ホムラ、善人を助けるとは、蛇女の誇りを捨て去ったか。ふん、笑わせるな。蛇女の誇りとはそんな安っぽいものではない。そうそう、善人と仲良くしても悪の誇りまでは失わないわよ。悪は自由だからいいんだ、こうでなきゃなんて決めつけるのはバカバカしいよ。そんな頭の固い人たちに食べさせるもやしはございません。新しい選抜チームはイライラした連中が多そうやな。わしが言うのもなんやけど、少し感情を抑えた方がええで。みんな元気そうでよかった。この抜け人ども。さて、こちらも5人揃ったところで高らかに宣言するとしよう。
私たち穂村愚連隊は非立蛇女子学園に学園祭を申し込む。それって蛇女対蛇女ってこと？抜け人になったとしても蛇女の魂は私たちにある。それを証明してやろう。上等だ。受けて立ってやる。半蔵は後回しにして抜け人の首から狩るとしよう。穂村ちゃん、まさか私たちを助けてくれたの？私たちこのままじゃ月仙と蛇女の両方を相手にしなきゃならなかったから。勘違いするな、アスカ。私の最強への道を邪魔する奴らは蹴散らすのみ。ミヤビたちを倒したら次の相手はアスカ、お前だ。私の知っているホムラちゃんだよ。よくぞ。おかえり。おかえり。おかえりなさい。半蔵学院の物語を楽しみましょう。